和島和太鼓虎之助。私ども和島和太鼓虎之助チームは、石川県は和島で伝統の祭り太鼓を基本とし、和太鼓の新しい風をとの思いで平成12年に結成しました。本日は和太鼓が大好きなメンバーが最後まで一生懸命演奏いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。天山大和なでしこと天山アンバサダーのメンバーが入場いたします。古き良き文化を未来につなぐ活動を行う天山美人グループは、世界が2030年までに目指す SDGs も推奨し、今回は日本の伝統文化、
着物をリメイクし生かしたパッチワーク着物に身を包み登場いたします。どうぞご覧くださいませ。最初に登場しますのは佐野綾、中村亜美の着物、蝶をモチーフにしております。花嫁衣装というおめでたい席に喜び合える装いをと作成し、新緑美しい色に飛び交う蝶を合わせた着物、出会うことのない生地が調和し息を吹き返し、こうして生かされています。次に入場しますのは歌手の方のステージ衣装として制作したイメージあふれる作品です。蝶のモチーフに出会った時ピンときたところからのスタートで出来上がった瓶でございます。どうぞご覧くださいませ。
の大和なでしこ、矢田彩香、竹内美月、鈴木加奈子、土屋由美です。花物語の華やかさは、日本人が花を好む心が現れています。花模様の着物が多く、使えるところを合わせて和心が見える作品となりました。鳥物語は着物にもなっていない反物で出会い、現代ではなかなか出せない朱色の美しさと鶴の描かれたお祝いの生地を最大限に生かした作品になりました。風物語は作者八木恵子の持っていた着物の紺を合わせて作った一品、お母様から引き継いだ着物を生かした愛情をつないだ作品です。そして最後に月物語、必要ないと届いた着物の中から静かな夜を感じさせる青と出会い、月の色を探して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 やっと出会った思い出の着物です。これだと思う月色に出会った時の喜びは今でも忘れません。あでやかな花鳥風月、どうぞご覧くださいませ。Thank you.
と、日々学びと挑戦を繰り返しながら成長する天山美人グループは、日本の伝統文化天山という日本原産のシルクの存在から大切なことを感じ伝えていく。私たちの活動の中で、この度日本の伝統文化着物を通して SDGs 12番作る責任、使う責任もお伝えできたら幸いです。日本の伝統は日本人の魂を輝かせる和心があふれています。かつて養蚕業は日本各地で日本の産業の発展に尽力してきました。養蚕のお仕事はまさに日本人の心を表すものだったと思います。その中でも天山は日本にしかないエメラルド色のシルクです。古事記や歴史書にも登場する天山の存在。今この時代に古来より息づく天山のメッセージを感じながら、伝統の継承を多くの方と分かち合える化粧品という形にして開発工夫を繰り返し守り続けています。ただただ美しく一つとして同じ眉はなく、太陽の光をいっぱい浴びて育つ天山の命の継承から和心を感じ合い、天山美人グループは未来を希望にするために社会貢献に尽力しております。最後のステージになります。どうぞご覧くださいませ。Thank you.
子虎之助様、本当に素晴らしい和太鼓ありがとうございました。